目白増えるたびネタが増えていくマックイーンに対するみんなの反応。マックさぁ。はい。すっかり目白家の面白いポジションになったなマックちゃん。マックイーン並みですわ。目白マックイーンちょっとお時間よろしいですか？終わりだよこの目白。V やねん、ですわ。知能の下がり方が著しい。芝3200メートル。初期からあるイベントじゃねえかよ。目白マックイーン衣装違いバージョン、縦縞ユニフォーム、これある？マックイーン本幕さ。登場するたびにネタを提供してくれるまんじゅう。目白増えるたびにネタが増えていくなこいつ。V やねんですわ、やっぱこれですわ。これは勝ちましたわ、お風呂入ってきますわ。目白かはマックイーンじ。他の目白のシナリオですごい存在感出してくるよなこの目白。まあ目白家筆頭の成績叩き出してるからね、仕方ないね。最高傑作やぞ。史実最強の目白やぞ。あれの祖父だぞ。どのあれだよ？いくらなんでもオルフェイブルをあれ呼ばわりはひどいだろ。いくらなんでもゴールドシップをあれ呼ばわりはひどいっす。美穂と立冬の交流戦やろ。こんだけ面白いのにパーマーのストーリーでは重い目白家の象徴なんだ。重い物理。でもメインストーリーでは割と格好いいから、メロンパフェから目をそらしつつ。では、ここで今季の阪神を振り返ってみましょう。21戦連続3失点に勝って前人未到の記録更新中なのに、なぜかその間半分くらいしか勝ってない某球団。マジで佐々木に2度目の完全試合献上しそう。そんなこと言ってたら記録途切れちゃいましたね。しかも結果論だが土壇場で追いついて延長戦になったせいで、という芸術ぶり。ほや遊ばせそろそろ交流戦の季節ですわね、かっ飛ばせー、全部言った。メロンパフェ、メロンパフェもお忘れなく。おしるこ。パクパクですは言ってない。これのせいで実物見るたびにマックイーンの顔が浮かんでしまうようになった。これはまんじゅう。何のゲームだこれ。実況パワフル馬娘やぞ。もうここまで面白いと目白家最高傑作っていう肩書きが邪魔になる日が来るんじゃないのかって危惧さえある。目白最高傑作がエンタの神様なんかで登場前に紹介される時の前振りに聞こえてくる。今日もあの食欲が炸裂する。目白の馬娘も G1 勝ったら目白メダルかけよう。今は始まりだけど、終わりの始まりでもありますわ。さすがは名門目白、こんな中で重賞最多賞ってさぞ気高いんだろうな。誰か知ってる？そこのまんじゅうみたいな人。弱いわよ阪神は弱いわよ海軍。自力優勝どこやった？まだかろうじて蜘蛛の糸で繋がってるからセーフ震え声。日本ハムとの頂上決戦楽しみやね。喋れば喋るほどネタが出てきてしば。まさか今パーマーが実装されたのもこのセリフのせいだったりせんか。本来は別の交流戦ってのは分かっててもマックちゃんが言うとそれにしか見えんわ。中の人のキャラによって言ってる？やっぱゴルシのじいちゃんですわ。絶対の強さは、時に人を退屈させる。絶望的弱さは、いつもまんじゅうを奮起させる。対して可愛くもないネタにされるのがお似合いの馬娘。可愛いだろうが。面倒くさいだけじゃなくて強くて実績のある強火オタクきたな。プロ野球に交流戦っていうのがあるのか。しかも来週から始まるタイミングの良さだからな。マックちゃんの頃はなかったけどね。自力優勝が最短であと2日で消滅しそう。レース場グルメの誘惑は元からあった回復イベから1周年で追加された3つ目の選択肢のイベントやね。100回復する代わりに太り気味になる超低確率で太り気味を回避できてその場合行くのが出てくる。もう面白さ通り越して愛おしさしかねんだわ。こういうところが可愛いんだよな。交流戦って新設定なのかと思ったわ。他校の生徒とか大学、社会人、プロ的な馬とのレースかと。ファルコ交流重賞だよね。いっぱいやってるよ。オグリ、マーチやノルンラ笠松のみんなとまた一緒に走りたいな。交流戦って地方交流のこともあるからややこしいねんな。
ファーマーの育成クリスマスイベントでメガネ外したイクノが出るらしくて心の中のマックイーンが暴走しそう。野球の話だったのか、競馬にそういうのがあるのかと。野球とは一言も言ってないからセーフ。メジロケが実装されるたびにネタ要素が増えていくメジロケの最高傑作さん。ここで唐突にメジロベイリー実装。ラモーヌが来た時にますますネタになりそうな未来しかないな確信。ラモーヌさんがマックイーンを超える面白枠だったらどうしよう。ラモーヌは面白要素排除した真相の霊場って感じでお願いしたい。アルダンが面白控えめの覚悟願決まり真相霊場だからな、姉妹とはいえある程度変えてくるかと。どちらか言うとトニーやムーンさんみたいなスーパー気高い系をイメージしてる。俺は逆にネタまみれ系と予想してる。メジロって強かったがはマックドーベルのネタ度が高いし。マックイーンはキス決敗の時に野球観戦してるって言ってたけど、キス決敗の時期ってオープン戦の時期だから本当野球観戦好きなんだなーって思ったわ。他人のストーリーで先頭打者ホームランかましやがったぞこのメジロ。マックイーンのお笑い要素の金量がすごいことになってきたな。ライアンも余計なことは言わないけどマックちゃんに付き合いがいいってことは案外頭の中がメジロなのではないか。マックイーンに野球を教えたのはライアンなんだ。むしろ場名の元ネタ的にライアンの方が野球キャラなのにどうしてこうなった。マックイーンがライアンと並走したらどんなイベントが起きたのか何を決めたのかは知らんけど、それでマックイーンが覚醒しちゃってそこから快進撃が始まったもんだから多分それの再現だと思う。ライアンという名前からして野球選手由来だもんね。だからライアンが野球キャラになってもおかしくなかったのにどうしてこうなった。豊かのせいですわ。同期のメジロが追加されたんだネタが増えるのは。メジロは清楚であってくれ。強すぎてつまらんと言われた女だ、やることが違うな。そのうち別衣装とか私服とかなんかの機会に縦島の衣装着てくれないかな。サポカでならワンチャンある。ほんまに来たら性能無視で貫突まで課金するかも。貴重な長距離コーナー持ちなのはでかいぞマックは。エレガンスな縦島、メジロマックインスピード。金徳、なんでや阪神関係ないやろ、残り334メートルでものすごく加速する。1000直くらいでしか使えなさそう。マックは間違った野球知識を仕入れてもライアンが訂正してくれてそうな気がしてる。調べてみたけどこれプロ野球の話じゃなくね？プロ野球の話じゃないのにプロ野球の方がタイミングよくもうすぐ交流戦だからネタにされてるんだぞ。それはそれとしてプロ野球の交流戦が始まったら同じこと言ってそう。解釈をプレイヤーに任せてる時点で意図的だぞ。常に前向き発言というトラファンの鏡。これが目白最強馬で足毛伝説の継承者の姿か？でもそんなネタもこなせるマックイーンが好き。毎週土曜日に誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。